足ぶとめ水虫ガースラマクロトールックスモントルージーヤはカメムシメの昆虫の一つ。海岸の砂浜に生息する扁平で動きの呪い昆虫。熱帯系の昆虫であり、この種の属するトガの日本唯一の種である。幅広くて扁平な虫である。全体に黒か四色か、時に黄化色の個体がある。このトガのの共通の特徴として外形は、 丸みのある四角形に近く、単眼がなく、触角は複眼の下の溝に収納される。背面は微小な凹凸が多く、艶消しになっている。頭部は前後に短く、顔面には円錐状の突起が3つあり、三角状に配置している。前、胸背は横に幅広く、側面の円は平らになっている。小立て板はごく小さい。興奮は、 頭部の覆面の後端部から出て短い。前足の桃節はとても太くなっており、節は針状の形になり、両者で釜状の構造を作る。海岸、特に砂浜に生息する。夜行性で昼間は草の間や枯れ木の下などに潜っていることが多い。また、アダン等のタコの奇類の枯れ木に潜り込むことが多いとされる。これは、この種が、 太平洋に広い分布を持っていることに深い関わりがあるとの指摘がある。つまり、枯れ木と共に嵐や潮流によって運ばれるのではないかというものである。なお、同一の場所に複数個体が集まって見られることが比較的多い。小笠原ではしばしば山の中で時にはおねそいで発見される。夜間には這い出てきてその動きは速くなく、 ひょこひょこと時折立ち止まりながら小刻みに動く。メミズムシのように走り回ったり飛び跳ねたりはしない。ひっくり返されると両方の後ろ足をテこにして前向きに起き上がる。餌となるのは種として動きの遅いダンゴムシやわらじ虫類で特に生息域が共通するハマダンゴムシが格好の獲物となる。捕らえる時は和名の元である太い鎌のような前足で獲物を。 しっかり抱え込み、獲物の大切な隙間に興奮を差し込んで食べる。なお、宮本では、飼育に際して、ゆすりカの幼虫、成虫、横ばいなどを与えている。少なくとも飼育下で成虫で1年を超えることが確かめられており、昆虫としては寿命がかなり長いらしい。また、成虫越冬で11月から4月までは何も食べなかったという。 日本では南九州から南西諸島に見られ、南西諸島では薬島を含め、以南の多くの島から見つかり、南大東島では2006年に発見された。その他に小笠原諸島でも見つかっている。国外では太平洋諸島に分布する。南ではニューギニアやオーストラリアまで知られる。なお、クメントジンドラには日本の産地として、 四国が記されているが、日本の文献では取り上げられていない。本家に属する昆虫で、日本に産するの本種のみである。同族の種は、ウォレス繊維等の東南アジアから九種が知られている。日本産の昆虫では、メミズムシ科のものがやや似ているが、本種の方がずっと大きく、また幼虫が背面に分泌線を持ち、泥を被るといった習性もない。以下、 主として、安松ほか、P105 から106、河合、谷田、P359 クメントジンドラ、P204ABC 田辺、P17 ハット ABCD 河合、谷田、P360 宮本、P18AB 安松ほか、P106 クメントジンドラ、P189 上野辺、P571、ありがとうございます。